マスヤーフはシリア、ハマー県の都市、中世の城塞があることで知られる。人口およそ3万人。マシャフとも、バニアースとハマーを結ぶ交易路の中間に位置し、古来より重要な防衛拠点であった。高台に最初の城塞が築かれたのは東ローマ帝国の時代である。1140年にニザール派が占領。 その後同派のラシード・ウッディーン・スイナーアンによって、城塞の強化がなされた。1176年には、彼がサラー・フッディーンへ試みた暗殺に対する報復として、包囲攻撃を受けるが、決着には至らなかった。1260年、城塞はフレグ率いるモンゴル軍によって攻め落とされるが、同年のうちにニザール派は、マムルーク町のバイバルスと協力して、 モンゴル軍をシリアから追い払っている。しかし1270年にバイバルスが城塞を占領。他のニザール派の拠点も1273年までにすべて陥落した。この頃はラウィ派が勢力を伸ばし、大国の支配の下十19世紀まで両派の対立が続く。1830年にイブラーヒームパッシャ引き入れエジプト、遠征隊の攻撃を受け、 1918年のシリア王国成立までオスマン帝国の支配下に置かれる。2000年からはアーガーハーン開発ネットワークの支援で上塞の修復事業が行われている。2017年9月7日、シリア政府はイスラエル空軍機が郊外にある訓練所1カ所と科学研究センター支局を空爆2人が死亡したと発表。イスラエルは 爆撃を否定しているが標的となった施設は化学兵器の製造が疑われる施設であった。ありがとうございます。